トルコ赤星の火の神シウテクトリーの仮面アステカ神話は、アステカ時代の中央をメキシコで伝えられた神話である。アステカの中心都市であるテノチティトランの建設は14世紀、アステカ帝国の成立は15世紀であるが、メキシコ盆地ではそれより遥か以前から文明が発達していた。例えば主要な神のうち、トラロックは7世紀以前に遡るテオティワ間に見られる。 ケツァルコアトルもテオティワカンに見られ、さらにオルメカ文明に遡る。アステカ神話は、テオティワカンやトゥーラの古い神話を引き継いでいるものが多いが、それに、自らの伝統を付け加えている。また、アステカ帝国が、メキシコ盆地から、周辺地域に拡大するに従い、それらの外部の神話も取り込まれていった。例えばシペトテックは、 もともとメキシコ湾岸を呼び、オアハカ地方で信仰されていた神だった。アステカの宗教にとって、最も重要なものは、太陽崇拝と農業であり、この目的のために人間を犠牲として、神に捧げたり、放血儀礼が行われた。他のメソアメリカと同様、アステカ歴には260日の周期からなる。となるポワリと365日の周期からなる。 シウポアリがあり、祭祀と重要な関係を持っていた。この二つの周期が一巡する、カレンダーラウンドの境目には新しい日の祭りという重要な祭祀が行われた。スペイン人の到来以前、最後の新しい日の祭りは1507年に行われた。アステカの創造神話では、世界は今までに5回創造されたと伝えられている。第五の太陽と呼ばれる。 現在の世界に先立つ四つの太陽はいずれも滅亡した。第一の太陽は四のジャガーといいテスカトリポカが主催し巨人が支配していたがジャガーが巨人を食い滅亡した。第二の太陽は四の風といいケツアルコアトルが主催し王風で滅ぼされ人間は猿になった。第三の太陽は四の雨といいトラロックが主催し 火の雨で滅ぼされ、人間は犬、七面鳥、鳥になった。第四の太陽は、四の水といい、チャルチウトリクエが主催し、洪水で滅ぼされ、人間は魚になった。第五の太陽は、四の動きといい、トナティウが主催する。他の四つの太陽と同様に地震によって、将来滅亡し、人間は、空の怪物に食われると考えられている。 このように世界が何度も創造されたとするのは、メソアメリカ全般に見られ、非常に古い伝統に基づく。ケツァルコアトルとテスカトリポカは、蛇に変身し、カイマンワニあるいはトラルテクトリーを二つに引き裂いた。トラルテクトリーの上半身は陸地になり、下半身は天空と星々になった。天地ができた後、ケツァルコアトルは地下のミクトランに降り、 地下の神であるミクトランテクトリーを騙して、第四の太陽で滅亡した人類の骨を持ち帰った。タモアンちゃんという楽園で、女神、シワコアトルが骨を目立てで子に引き、神々がその粉に血を注ぐことで、新しい人類が生まれた。太陽と月の創造については、ベルナルディのデサー軍が詳しく記している。世界がまだ闇の中にあった時、神々は、 手を手和間に集まり、神を犠牲に捧げることで太陽を創造しようとした。裕福なテクシステカトルと貧乏なナナワツインが、その候補になった。テクシステカトルは火を恐れてためらったが、ナナワツインは、勇敢に火の中に飛び込み、太陽になった。その後テクシステカトルも火に飛び込み、月になった。神々はその顔にウサギをぶつけた。神々は自らを犠牲として捧げ、 風神エイカトルが太陽と月を吹いて動かした。アステカの世界観では、テノチティトランのテンプロマヨールを中心として、世界は東西南北の四つに分かれると考えられている。天は十三層からなり、その最上層をオメヨカンと言った。オメヨカンは両面性を持つ神オメテオトルの住みとされた。地下の世界は九層からなり、その最下層をミクトランと言った。 メソアメリカの他の地方と同様、方角と暦の日付が関係づけられていた。トナルポアリーの20日周期のうち、最初のシパクトリが東とされ、そこから半時計回りに順に方角が割り当てられる。したがって、各方角には5つの異なる日が割り当てられる。ウィチロポチトリはメシカの守護神であり、その母はコアトリクエである。 コアトリクエがコアテペトルの上の神殿で掃除をしていた時、天から羽が落ちてきた。その羽の力でコアトリクエはウィツイロポチトリを妊娠した。コアトリクエの娘であるコヨルシャウキと400人の兄弟は母親の不貧困に怒って山に攻め登ってきたが、ウィツイロポチトリが武装して誕生し、シウコアトルでコヨルシャウキを攻撃した。ウィツイロポチトリは コヨルシャンウキの体をバラバラにして、山の上から落とし、400人の兄弟を打ち破った。メシカの伝説では、4つの集団が、外部から、メキシコ盆地にやってきた。最初の集団は、父メカ、2番目が、テパネカ、3番目がアコルア、4番がメガ、メシカであった。ディエゴ・ドゥランによると、メシカは洞窟あるいは、泉から生まれ、アストランと呼ばれるところに住んだ。 アストランの位置は明らかでないが北方にあり、テノチティトランと同様に湖の中の島だった。アステカという名前は、アストランに由来する。アストランからの移住については文献によって大きく異なる。あるいは人々は、アストランを離れて、チコモストクというところにいたり、そこで、テパネカ、アコルワなど7つの部族に分かれて南下したとも言う。 ウィツイロポチトリに導かれた集団は、民族名としてメシカを名乗り、長い年月をかけて、メキシコ盆地にやってきた。しかし、メシカは最後にやってきたために、先にこの地に住んでいる集団と圧力を起こした。メシカは初めてスコココの西のチャプルテペクに住んだが、戦いに敗れて追い出された。それから、南のコルワカンの領主に従属して、ティサーパンに住むことを許された。 コルワカンはトルテカ以来の高い文化を持つ都市だった。しかしコルワカンの支配層の娘をウィチロポチトリの生贄に捧げたためにコルワカンの人々を怒らせ、そこを追い出されて、テスコココの中の無人島まで逃げた。彼らが島に上陸した時、彼らはノパルに人はのは死が止まっているのを見た。この光景はウィチロポチトリの神官が、 幻影に見た目的の地であるとみなされた。メシカはそこに都市を築いた。これは二の家の都市のことだった。これがテノチティトランであり、今日のメキシコシティの中央部にあたる。この伝説は現在のメキシコの国旗やメキシコの国章に描かれている。アステカ神話の神々は様々な由来を持ち、その数は非常に多い。1971年に、 人類学者、ヘンリー・ニコルソンは129の神々をまとめて14の群に分類し、それぞれ代表的な神によって名付けた。その分類によると、ありがとうございます。